マサドラんマン第2週金星ラン第8回9回10回予告ですお気軽にコメントくださいね勇気を出して学問所に向かった万太郎しかし武家の子らにいじめられたことを思い出しひるんでしまうそこへ現れたのは学問所の学頭である池田蘭光 寺脇康文だった蘭光は万太郎に植物の不思議な生態について話し始める話に引き込まれる万太郎は初めて学ぶ楽しさを知るのだった第9回予告です学問所に通い始めて3年がたち万太郎は12歳になった。 右に出る者はいないほどの学力を身につけたが作り酒屋の当主としての自覚が足りないことに多岐松坂慶子は心配を募らせるそんな中新政府による小学校の開校に伴い学問所は廃止され蘭光寺脇康文猛阪湾を離れることになった蘭光は 落ち込む万太郎を最後の課外授業にいざなう万太郎たちを待っていたのは雄大に流れる仁淀川だった第10回予告です学問所が廃止され新政府による小学校が開校した初めて女子の入学も認められ万太郎は綾と共に小学校へ通うこととなった しかし学問所で高度な学問に触れてきた万太郎にとっては授業内容が簡単すぎてつまらない授業を聞かずに教室の壁にかかっていた植物図や校庭の草花に夢中になっているとついに先生にこっぴどく叱られてしまうそこで万太郎は思いもよらない決断をする